記念 B2B がアベマ TV 緊急上陸。メンバー総出演、素顔のトークで B2B の秘密に迫る。初めて習った難しい日本語は一年発起だ。一年発起すごいな。一年発起して頑張ります。さらに浅草で人気のお土産トップ5にメンバー大興奮。早く早く早く、僕はお菓子が早く。わかりました、わかりました。お前いつまでせんべい食べてるの。B2B に7つのお願い、胸キュンゼリフにスタジオ熱狂。俺ダメだろ。そして最新曲ムービージャパンバージョンのミュージックビデオをフルサイズでお届け。それだけでなく、韓国の人気音楽番組 M カウントダウンのライブ映像もお見せしちゃいます。メンバー全員出演ムービージャパンバージョン発売記念スペシャル。始まりました、メンバー全員出演ムービージャパニーズバージョンリリース記念スペシャル。はい、というわけで MC のあきです。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして、あきさん。はじめましてじゃないですよ。名前があきですか。あきです。春なのに、春なのにあきです。あ、はい、それ面白いですよね。あ、挨拶をしますね。はい、じゃあ、はい、アベマ TV のご覧の皆さん、せーの、ボンスリー、こんにちは、ピチビです。よろしくお願いします。B2B は2012年にデビューした K-POP 界の新鋭7人組グループ。新しいビートとステージを披露するために生まれたという意味が込められている。ではですね、今からメンバー一人一人自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はい、まあ、自己紹介。名前だったりニックネームもいいですし、日本の好きな場所だったり、はい、まあね、いろいろ自分でつけて、オプションをつけて自己紹介してください。一人ずつ1分くらいくれてください。あ、1分は差し上げます。じゃあ、はい、じゃあ、ウンガンさんから。はい、まずはリーダーでリードボーカルのウンガン。はい、こんにちは。僕は世界の一番可愛い人、ウンガンです。オッケーオッケー、正解正解。大丈夫ですか。はい、そして、うん、はい、日本では、うん、一番好きなところ、うん、ところは、うん、やっぱり一蘭です。一蘭ラーメンの店。ラーメンの店一蘭。はい、ちなみに特技は。特技はここはビートビーのボカロだから、うん、はい、歌が面白くない。エリングも終わったはずなのに。あ、渋いな。レディーブルーいつまでも追いかけるの。一蘭。わあ。続いてメインラッパーのイルフン。こんにちは、B2B のイルンです。B2B で一番の天使です。おお、天使。うん。親切だからね。親切だから天使。あ、そうですね。親切です。親切ですし、秋の雰囲気。秋の雰囲気、僕ですか。秋の男は違うよ。季節の秋ですね。はい、季節の秋。はいはいはい。そんな感じです。好きな日本語。あ、好きな日本語、世界平和。世界平和。急に天才、天使っぽい。ちなみに初めて覚えた日本語は何ですか。あ、初めて習った難しい日本語は、うん、一年発起だ。一年すごいな。じゃあ今日も一年発起して頑張りましょうね。じゃあ、はい、一年発起して頑張ります。
い、続きまして3人目はリードラッパーのミンヒョク。僕は B2B の熱い男ミンヒョクです。あ、僕は子供の頃から日本の漫画をめっちゃ好きしてて、日本がなんか理由もなくてただ好きだと思いました、ちなみに何のアニメが好きですか？あ、僕が一番大好きなアニメはスラムダンクです、スラムダンク井上武彦あ、あなたの番じゃないですよ、イルフレさん。イルフレさんの番終わりましたんで、イルフレ少しありがとうございます、ね、落ち着いてます、落ち着いてます、ありがとうございました。行ってみたいところは行ってみたいところは有名な旅館です。旅館、はい、温泉とか温泉がめっちゃ大好きだから、うん、日本で有名な、うん、温泉を行ったことないから、行ってなかったから。なるほど、ぜひぜひ。じゃあ次回は、うん、B2B と一緒に温泉のロケ、ね、はい、アベマ TV で行ったらいいかもしれないですね。あ、いいね。温泉4人目はラップ担当のプニエル。こんにちは、B2B のプニエルです。わー、わー。じゃあ好きな場所、日本で。札幌。札幌。うん、お、뭐지？놀？놀？夕日。うん、サンセット。夕日ね。お、이쁜것같아요。あ、よかった。札幌。札幌。夕日。ちなみに好きな日本語。夕日。夕日。今夕日ですね。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。綺麗言葉ですね。いいですね。5人目はサブボーカルのヒョンシク。こんにちは、B2B の輝く男、ヒョンシクです。お、輝いてお願いします。輝いてください。眩しい。さっきめっちゃ輝いたよ。輝きました。ちなみに特技はヒョンシクさん。特技は作曲です。作曲、かっこいいですね。特技、かっこいいですよね。ちなみに、アベマ TV なんですね、今日。アベマ、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 アベマ TV は、あ、ごめんなさい。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ次、6人目が最年少でサブボーカルのソンゲ。星のソン、ザイルのザイ、星のようにキラキラするザイルになってほしいという意味です。ソンジェですか？ソンジェですよね。 それでソンジェです。おー、はい、漢字が星の材料でソンジェさんなんですね、はい、よろしくお願いします、はい、ソンジェさんはちなみに日本で好きな場所ありますか？はい、山笠。山笠は僕たちが僕とソンジェ君がよく一緒に行く六本木のもつ鍋屋さんの名前です。ああ、僕ですか？大ヒョンシクさんも好きですよね。好きです。山笠っていう。超うまいです。山笠、すみません。ちなみにソンジェさんはね、まあ、韓国で今大人気のドラマ「トケビ」が、はいはいはい、出演されまして、すごい影響があったみたいですけども、トケビはどんなドラマですか？トケビは、うん、ファンタジーロマンスです。ファンタジーロマンス、すごいなんか韓国でも人気がありましたもんね。大人気でしたよ。大人気でございました。大人気でした。そうなんです、はい、今日本でもね流れてるんですけど、まあ、Mnet さん流れてるんですけど、すごいファンの方も多くてですよ。それで、はい、韓国で本当に一番シュポスターです、うん、スーパースターなんですね、はい、すごいですね、うん、ちなみにね、もうそれこそ共演した方でコンユさんとかイドウルクさんとか先輩がいるじゃないですか、はいはい、この二人はどんな先輩ですか？まず背も高いし見た目ね、うん、僕より大先輩だから、うん、なんか緊張したけど、うん、性格もいい、よくて僕に楽に楽に演技してねってアドバイスをくれたんですね、はい、そう感じです。優しい先輩です。演技するとき緊張はありますか？緊張はあんまりしないんですけど、うんうんうん、他の俳優たちが全部ベテランだから、うん